そしたら、まこの後と次回の動画でも引き続き話していくんやけど、この参観霊とか、知識の人たち、ちょっといきなり名前出てきたいね。君ら誰みたいな感じだな。細川とか、一式とかちょっと変わった名前この人らどっから出てきたんかっていう話をしていきたいなと思います。まずこの人たちはそもそも何者か、どういう身分というか、 扱いの人かといこ,とですこの人たちはこの時代ぐらいから守護大名と呼ばれるようになってきました。ちょっと書くとこ悪かったな。こっちに書いとこうか。守護大名と呼ばれるようになってきました。これは何かっていうと、まず守護っていうのはあったよね。守護っていうのは全国各地の、今でいう都道府県みたいなところに置かれたトップの人たちのことです。 でその主語やねんけどこの南北朝の動乱ぐらいの間から南北朝時代からものすごく力を持つようになってきましたなんでかっていうと北朝側からしても南朝側からしてもやっぱり自分の勢力に味方してくれる主語とかがいるわけねその主語にたくさんその地域から武士を送ってもらわなあかんしお金を送ってもらわなあかんしその主語にもっと力を持たせたいっていうふうに考えるようになってたんよ なので、どんなことをしたかっていうと、ま今ちらっと言った通り、武士を動員できる権利っていうのを主語に与えました。まそんなことは今まで主語にはできんかったわけね。そして、これが一番効果が大きかったものです。反税令っていうものを出しました。出しましたというか、判税令を主語が出せるようにしたよね。この判税令というのは何かっていうと、 半分で住む例っどういう意味かって言うとこう毎年毎年農民の人たちは年貢を納めなあかんやねそれを主語が回収していたんやけどそれが半分で済みますよっていう特例やったわけこの半税令はところがこの南北朝時代ぐらいから半税令はま半分で済みますよっていう時にも使われたんやけど半分をまた別に 臨時に取り立てますよっていう意味で、半税令というのが使われるようになっていたんです。なので、今回ちょっと難聴の方と一線かますから、お金たくさん必要ですよと。なので、半税令を出します。いつもの年貢の半分を新しく納めてくださいよっていうのを、主語が出せるようにしたいね。そうすると主語の権利ってどんどん大きくなるやな。 でさらにこの時守護の土地の中にはまいろんな種類の土地があって昔からずっと残っているような荘園とかもあったんやけど貴族とかが持っているそういうところからも年貢とかを取り立てられるようにしたんですそうすると守護の力がどん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 ん強くなってまもうその国一国を支配するような形になるものすごく力を持った守護ていうのが生まれてきたんです そういう主語のことをこの時代から主語大名とも呼ぶようになってきましたそしてさっき話したこの三冠令とか知識についてた人たちっていうのはそういうふうに力を持ち出した主語大名やてなその中で足利氏と最初からこううまいことやってたりとか北朝と南朝との戦いの中で足利氏に仕えてきた主語大名たちがこういう重要なポストを占めるようになってきたわけです それじゃ、そもそも、ま、こっからはちょっと話ずれると困んねんけど、ずれるようで、また次の話にしっかりつながってくる部分でもあるんやけど、この細川さんとか、芝さんとか、畠山さんって、君らその名字どっから出てきたんって話だよね。次回はこの細川さんとか、芝さんとか、畠山さんとか、武士の家柄をたどると、どこに繋がっていくのか、こっちにチレッと見えてるよね。 どこに繋がっていくのか、そういう話をしていきたいなと思います。